こんにちは、くうみと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もプロスペースやっていこうかなと思うんですけれども、ちょっと今日はお話メインの動画になります。ちょっと昨日の照合動画について説明不足だった部分があったので、それについて少しお話をさせていただいた後で、最後に自治名落契約書でも引いておしまいにしようかなと思います。はい、ということで、昨日のね動画まだ見てない方は、まあこの動画見てから見ていただいた方がいいのかな。ちょっとね、説明不足だったなって思う点がありました。極意書の使い方についてですね、前々から私の動画見てくださってる方だったらわかると思うんですけれども、私結構その同地チャレンジとかするときに、まあそんなに意味がないというか、数字的には使わなくてもいいんじゃないかなっていう場面でも結構お祭りみたいにガバガバ使っていろいろ試したりしちゃうことが多くて、まあそのいつものノリでやっていたんですけれども、最近私のチャンネル登録してくださった方とか、プロスPS始めたばかりの方とかにが見てくださってた時に、まあ、ちょっとそのびっくりさせてしまって部分もあったかなとも思いますし、あとはちょっと誤解、これがベーシックなやり方なのかっていうふうに誤解をね招いてしまう可能性もあるかなと思ったので、少し説明をさせていただきます。昨日はですね、まあ、丸選手と山田哲人選手で同値チャレンジ、マミートとパワーの値を同じにしようとする称号チャレンジをやったんですけれども、まあ丸選手の場合とか星1でも良かった場面だったんですよね。そう、星1の称号でも、まあ、同値が狙えるチャレンジ、まあ、山田選手もそうですね、はい、星が高くても、まあ、低くても OK、まあ、全部確率的には1個ずつ当たりがあるっていう状態で、そんなにステータスにはこだわらなくても、まあ、同値になればいいというような場面であったんです。でそういう場面って、まあ、極意書を使わないでやるのがいいんじゃないんですかっていうような、極意書使うのはアホすぎるかなっていうようなご意見をいただいたんですが、まあ、それが何を言いたいかっていうと、もうおそらくですけれども、極意書を使わないでやった場合、星1が出る確率が 40%、まあ、一番高い状態になるんです。で極意書なしだと、これが星1が 40% で、かつ星1の称号っていうのは5個しかないんですね。星1が5個、星2が7個、星3が7個、星4が5個っていう今、個数になってるかなと思うんです。なので、極意書なしだったら最初の 40% で星1を引いて、そこから、さらにこの5分の1で、まあ、狙いの、まあ、昨日だったらミート自慢だったんですけれども、狙いを引く、まあ、40% のうちのまあ、5分の1ということなので、まあ、0.4×0.2 になるかなと思うので、まあ、単純計算でいくと 8% か 8%、 それでも 8% なんですけれども、まあ、8% で、まあ、星1の中に、ね、強心臓もあるから、それもありでっていう考えなのかはちょっとわからないですけど、星1でも同値になる場合です。同値になることだけにこだわる場合は極意書なしでやるっていうのが通説なのかな。まあ、そういうふうにやる方がどうやら、まあ、多いみたいです。今日ねツイッターの方でアンケートを取らせていただいて、まだちょっと集計中なんですけれども、星1から星4、まあ、に1つずつ当たりがある場合は極意書使いますかっていうアンケートを、まあ、単純なアンケートを取らせていただいたところ、使うっていう人がまあ 30%、まあ、3割ですね。で使わない人が7割ということで、まあ、圧倒的に使わない人がまあ多い印象でした。で、まあ、こういうことがありながら、私昨日極意書なしでは確かにやってない。まあ、ちょっとね、それぞれ1回ずつぐらいはね、極意書なしでやってもよかったかなって今考えたら思ってるんですけれども、まあ、やってないんです。いろいろね極意書を使って昨日はやっております。その他の場面で使う場面が出てくるであろうから、そっちに取っておきたいから、わざわざここで使わないっていう人もまあ多いのかなとも思うんですけれども、じゃあ、まあなんで使ったのかとか、なんでいつも使ってるのかっていうと、まあ、あんまり使わないでチャレンジしてた時期ももちろんあります。あるんですけれども、最近はねガンガン使ってます。一番の理由は後悔したくないからですね。難しい、なんて言えばいいんだろうな。称号はやっぱり確実なものではないじゃないですか。30回やったら狙いの称号が絶対つくかって言ったら、そんなことはないですし、同じものが何度もつくこともありますし、やっぱり外れる時は外れるものだと思っているので、それならより後悔が少ない方法、まあ私の場合はですけど、私の場合はここまで極意書を使っても来なかったらもうしょうがないっていう風に
思えます。まあ極秘書使ったからといって自分が狙ってるものが必ず来るとは限らないんですけれども、1点に狙絞ってやるよりも私は、極秘書いろいろ考察変えながらいろんなところを視野に入れながらやった方が、まあ、決まることが、まあ、経験上ねそんな感じでやってきたことが多かったので、まあ昨日もそういうノリでやりました。やっぱり自分がやりたいようにやるのが正解だとはもちろん思うんですけれども、参考になるかっていうところでは動画としては確かに、まあやりたいようにやってるのをまあ動画にするのもいいかなとも思ったんですけれども、それやるならねこういう説明をね先にするべきだったなって思って、やっぱりその私は結構自由にやってますよっていうのをした言った上でやるべきだったかなって。やっぱりこれをまあ、真似することが一番いいかって言ったらそれは分からないですし、同じようなやり方でやってる方ももちろんいらっしゃるとも思うんですけれども、まあ、始めたばかりの方とかが見て素直に真似し、称号ってちょっと先のことにはなるかもしれないですけど、素直に真似しようかなって思った時に他の選択肢もあるよっていうことをお話できたらいいなと思ったので、こういうお話をしています。まあなんかなんだろうな、もうね、極秘書は私の中ではコナミさんへの貢ぎ物ぐらいの感覚、なんかもう誠意を見せてるみたいな、いや意味はない、そこに意味はないんですけど誠意を見せてるみたいな意味でやってますね。使ってました。まあでまあもう言ってしまえば結果が全てだと思うんですよねそのこのガチャは闇ガチャだから引かない方がいいとか言われていたとしても、あの回して10連で狙いが来たらもうそれは回すことが正しかったっていう風になるのと一緒で、称号もまあいろいろね自分で選べたり選択できる部分もある中で、自分が選んだ選択で欲しいものが手に入ったらそれがきっと正解なんだと思うんですよね。だから自由にやらせてもらってます、でも説明した方が良かったかなってちょっと今になって思ってます、その極秘書ってやっぱりそう4冊使うと星1が全部消えちゃうんですよね。星1が 0% になって、5冊使うと星2も星1星2が消えて、星3が 60% 星4が 40% まで絞られるということなので、まあ最後ねそこで、同じ条件にはなったのか、星440%の中の5分の1、星4はまあ5つ称号があるので5分の1、まあ条件は同じですけどまあ極秘書が伴っていると、まあでもその分高いステータスが高くなる、見栄えがいい称号がつくっていう、そういう感じでしたね昨日のはね。まあ、なのでちょっとこれからはちょっと気をつけ、そういうなんだろうな、ちょっとちゃんと一言話したりするのには気をつけようかなっていうふうに思いました。まあ、だけど自由にやっていくのは変わんないと思う。まあ、あとはねそのやっぱ丸選手の継承って悩んでる方も結構多いと思うんですよね。同値ではなくなってしまうところで考えてる方も多い中で、その中での称号チャレンジだったので、まあ、普通に極秘書なしでやってるところをお見せした方が皆さんの見てる方の参考にはもしかしたらなったかなっていう思いもあって、ちょっとそうこういう話をさせていただきました。ちょっとねそれはちょっと思ってますね。まあまあでもまあこういうやり方もあるよとまあ本当にね楽しませてもらってるので、プロスピエースさんにはプロスピエースには本当に楽しませてもらってるので、わざわざなんかこういう話するのもなんかしらけちゃうかなとも思ったんですけど、ちょっとね考えるところが多かったので、ちょっと簡単ではありますが、簡単じゃないか、結構喋ったかお話しさせていただきました。まあ、たまにはこういう動画も許してくださいまあでもこういう動画を出したからといってこれからもめちゃくちゃ真面目にやります、皆さんのためになる動画だけを目指してみたいな風にはなりません、申し訳ないんですけれどもこれからもね自由にはやらせていただきます。はい、ということで、まあちょっと左上も映ってますが、残り5試合を残したところでちょっと今週はもう同枠は厳しくなってしまいました。はい、せっかくね称号が頑張ったのにねっていうところではありますね。はい、ということで、まあ、今後に備えて自チーム A ランク契約書ちょっと3枚ぐらいかな引いていこうと思います。どこで引いてもね結構面白いかなとも思うんですけど、
ホークスで引きます。中村晃選手に振られ続けているのでちょっと諦めきれないっていうのと、グラシアル選手いいな、ちょっともうちょっと A ランクね、私あんまり持ってないんですよね。いずれ S ランクも欲しいですし、まあ、引けてないんですけど今のところ。やっぱね今後ね、最初からねどっちの選手をね入れておくのが一番手っ取り早いと思うので、まあ、手に入った時に備えて A ランクを狙って引いていきたいと思います。じゃあ3枚まとめて引いて今日はサクッと終わりたいと思います。期限がやばかったっていうのも大きいです。はい、あ、自チーム書いてない、あ、自チーム A ランク契約書、ちょここら辺どうにかしなきゃ。3枚引きまーす。ホークスで、いやもうね中村晃選手はね去年のシリーズなので今はそんなにオーダーには影響ないんですけど、煙突4回っていう状態でキープされてるのでちょっとそれが気持ち悪くてね、ちゃんとね極みにして今後またね登場した時に継承したいっていうのですね。はい、でもグラシアル選手も普通にもうやっぱり被るニューがないですね。内川選手もう田さんとかもう5枚目ぐらいじゃないかな、めっちゃ来る。だからさもう4分の1とかでもこれだからさ、やっぱりなかなか厳しい。ほら来ないんですよ、かぶやっぱかぶりがすごいこのゲームは。いや自治名ランク契約書には今年は今期かな2020年シリーズは好かれてないですね。まあ、今後ももしかしたらホークスチャレンジが続くかもしれない、まあ、今後の A ランクのね追加状況にもよりますけれどもね。はい、ということで、まあ、オチがついたのかな分かんないですけど今回はこの辺でおしまいにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ということで今回はこの辺でバイバーイ、おつくみ。